え番号102、音らね言葉の玉て箱。イェーイ。ああ、さっき組んでる練習したんだけど、着信履歴があってさ、えっ、もしかしてって思うよね。全然聞こえないんだよ。組んで練習してるとイヤホンつけてるし。いやー、またかけてきてください。え、みんな誰かなみたいな感じ。ごめんなさい。あの、すいません。もう一回電話してください。はい。勉強とは何か みんな勉強勉強って聞くよよねねね洗脳だよねこれ、ね、勉強って言葉はね、呪いだよ。やばい。みんな頑張れ。あの、そうそうそう。えー、いや、頑張んなくていいや。あの、勉強って聞いたら、あの、透かしてください。はい。え援、ー、親にとっての勉強は、こういうとってになにとっての勉強ですね。要するに、人によって使い方が違うと。うん。人によって勉強っていう言葉を使う、その背景が違う。 一人一人が持ってる言葉のその力が違うわけですね。うん。どういう気持ちで、どういうそのつながりがあって、その言葉っていうのを使ってるか、それをみんなに伝えようと思います。勉強って何ですか勉強っていう言葉ね。ようやく、ああ、勉強は呪いの言葉であるということを伝えたい。です。親にとっての勉強。うん。 お母さん言うかなお父さん。勉強してるの勉強しなさい。ああ。言う、うん、知らないけど。えー、じゃあその、お父さんお母さんが言う勉強って何かって言ったら、これもまあ、いろんな人がいるからさ、こういう人もいるんじゃないっていう僕の考えね。今日は天気がいいですね。と同じレベルの勉強っていう意味。どういうことかって言ったら ああ他に喋ることが見当たらないからとりあえず勉強しろっていう人がいる。という意味ですね。うん。簡単でしょ。ああ、もう口癖のように勉強っていう、そういうお父さんお母さんもいるんじゃないかな。いや、してるよ。困ってんだよ、こっちは。みたいな。<laughs> 困ってんだよ。みたいな、ね。えー、でもう一つは呪いですね。うん。どういうことかって言ったら、 お父さんお母さんも勉強勉強って言われて育ってきて学生時代過ごしてきてでまあなんかやっぱり心に残ってるんだよねおそらくは、うん、そういうふうに自分も言われてきたから子供にも言ってしまうっていうことがあるこれが呪いですね、うん、だから特にそのお父さんお母さんの気持ちっていうのがもしあるとしたら不安だよね多分ねうん ななのかな不安とか自分が勉強してなかったんかこう子供には勉強させたいとかそう思ってるのかないろんな気持ちがあると思うんだけども、うん、だけどそれは君らの気持ちとは関係がないよねはいそういう勉強お父さんお母さんはそういう気持ちで使ってるそういう、えー、意味で使ってると思います はい、学校にとっての勉強。一つは文科省のため。ああ <laughs>、うん。そうあの。勉強させることになってるということですね、うんえー。生徒にさせなくてはいけないもの。それが勉強なわけです。はい。簡単だね。あと学校維持のためですね。あの勉強してもらって、えー、進学率が上がると。有名大学に行く生徒が増える。 そうすると予算増えるんじゃないかな。そういうわけじゃない。ただ、ね生徒がたくさん来るよね。なんで学校が競争してるって意味わかんだけどさ。なんで生徒育てるのに学校競争すんのしかも、公立だよ。いや、まあ私立もいるけどさ。大体ね、富山県は公立でしょう。公立たくさんあるよね。あんま私立ないよね。うん。なのに、競わせるんですね。 学校にもどんなメンツがあるのか僕には分からない。おそらくね、あのー、学校にとっての勉強っていうのは先生の意地な気がします。僕はね。そう、自分の評価が、自分の評価は生徒の評価なんです。そういう人いるよね。うん。そう、だからもう生徒の成績躍起になってあげたい先生がいる。うん。だから君たちのためじゃないわけ、その勉強っていう言葉はね。 うん、そう先生自身のために勉強させてるわけそういう先生もいるはいであと教育産業界のためっていうことがありますねどういうことかって言ったら勉強っていうのをするとえー、例えばそうそう模試の会社が儲かるうんそれから教科書を指定してる参考障害者が儲かるうん通勤出版ふふ <laughs> しみたいな あ,あ,あのー、例えばそう「真剣模試」ってあるでしょあ,あ,あれやっていい意味ない人がたくさんいるよねだって問題が簡単すぎるからだけど学校では会えるなんでかって言ったらもうコネクションがあるからですねやることになってるから君たちのためじゃないよああそういうコネクションがもうあってやることになってるからだからそうその勉強させるんですね真剣模試を受けさせる あ,あとまあ参考書もねチャート式使ってる学校多いんじゃないかなどうなんだろうあああれもねなんかあると思いますよ裏でじゃないと使わないでしょチャート式うんあとチャート式とかいう辞書系の参考書を使うのは先生たちが授業しやすいからっていう理由もありますうんなんてこったや授業っていう課題に出しやすいでもいいよ ああどうかは思ってるね。それが学校にとっての勉強。うん、君たちとは全然関係がない。でみんなにとっての勉強って何なのかなうん一人一人の考えはあるね。高校を卒業するためにせんなんもの言われて千難なんものストレスの象徴。あ,あなんてこったや。で僕はそう勉強って何っていうふうに言われたらそういうふうには考えてほしくないわけですね。 いい言葉思い浮かばない勉強って何、うん、体に心によくない言葉が世の中にたくさんあるどうか思ってて感じててだからさそうそうそう言葉にね生まれ変わってもらいたいみんなにその言葉をね育ててほしいんだよねああいい言葉に育て直してほしい はい、大人ねの定義勉強とは文部科学省が学校塾子ども親にかけえかけたやろ親にかけた呪いの言葉であるとうんそう主語を入れるか悩んだけど入れちゃいましたね勉強とはだからね勉強っていう言葉は僕は使いたくないうん,うんうんそうみんなを勇気づける言葉に 今のところな,ってないよ、ね、うんそうもう「勉強」という言葉僕もあんま使わないようにしたいな <laughs> 元気なくなっちゃうからでもだから僕はね「お勉強」ってちょっと可愛らしくいいようにしてんだけどね、うん、ちょっと可愛らしくなるでしょはいそういうことです じゃあなんで勉強しなくちゃいけないの呪いの言葉なのに、呪いの言葉は使わなくちゃならないんですか呪いかけられっぱなしじゃないですかというわけで次回国201勉強しなくちゃいけないのです。えみんな見てくれるかな動画。どうだろうはい、音ろんでした。